えっと水道橋さんは宅建の資格、宅建の資格を持っているというふうにお伺いしているので、それなんで、あのーまあ、住,住まいのことに関してもうちょっと質問させていただきたいですのれいわ新選組はかねてから、まあはい、住まいは貧困,貧困問題に関して住まいの問題に取り組んでいらっしゃるということで、宅建の 資格を持っているということで、はいはい、そちらの方でも活躍できるかなと思っております、はいえー、私は思っているんだろうれはいなかなか今回のお話ですと、まあ、一応スラップのことで、はい、まあ立候補されたということなんですけども、はいはい、あのー、まあなんてうでしょうその国会議員になりますと、まあ、スラップのことだけではなくてまあ、いろんなところで、えー、あのまあ 政治活動をされることになると思いますので、はい、そのあたり、住まいのことについては、貧困問題とか、まあ、そういう問題もありますし、はいえー、最近ではサブリースみたいな問題もありますし、そういったあたりで、はいど、どういった住まいのことについて、はい、なんかやりたいこととかあったら、ちょっとお伺いできればなと思ってるんですけども、はいえー、宅地取引の主任の免除は、僕は1985年、あるいは6年に、えー、合格してます。 えー、合格証は、えー、自宅にあります、えー。当時ですね、宅建主任の免状っていうのを、えー、不動産屋に預けると、それだけで雇用を増やせるっていう、まあ、今はなくなりましたが、そういう法律があり、えー、当時、えー、明治大学を僕は4日間しか行ってなくて、取得単位ゼロなので、どうしても、えー 家族というか、両親に取ってほしいと言われて、一夏勉強して取りました。えー、本当に一夜漬けで取っています。で、あの、実労体験がないです。免状を、えー、そのまま免状として持っていて、その不動産屋で働いている経験がないです。それを、えー、宅建がしと言って、 えー、貸すだけで何十万になるっていうような、えー、話がありましたが、実際にそれをやったかやらないかって言ってやってません。やってなく、そういう風なぐらい不動産バブルが起こりました。えー、不動産に対する知識っていうのは、そこで勉強をやめているので、それ以上実務経験はないですが、えー、様々な不動産に関する、えー、まあ、書類なんかを読む能力は、えー、その時にあると思います。えー、令和さんがやっている、えー えー、その住まいに関する法律であるとか、えー、その整え方、えー、提案、提言というのを精査して、まだ見てませんが、えーもし、むしろ得意だと思うので、えー、ぜひやってみたいと思います、えー、それは取り組みたいです。